推し秋子、小泉進次郎、押し売りに騙されないで。そもそも自民党そのものがダメ。アメリカ政府に忠実で、構造改革、官から民へと称して民営化を進め、日本の公的サービスを売りまくった30年だった。売国政権と戦える政党は、令和、推し秋子と叫ぶ左派連。戦意味に含めつ公理、クープ主公益。見栄えがええんやないかとかよくわからない理由で、小泉進次郎が自民党の総裁になったらどやみたいな押し売りを今テレビでやられているところです。まあ小泉の息子やったらなんかそういうんで注目とかしてたらダメですよ。もう本当に騙されますから。小泉一家だけではなくて、自民党そのものがアメリカの財界、アメリカ政府の言うことを非常に聞いて、この日本で構造改革とか官から民へとかそういう形で民営化を推進して、私たち一人一人の国民のセーフィーネット、公でみんなで支えていたものがガンガンに捨てられる、売られていく、そのようなことが行われた30年間でした。庶民の声で国会の中で体張って戦えるのは私たち令和新選組だけです。